最新の Azure 更新情報をお届けします。Azure API マネジメントにおける Azure OpenAI セマンティックキャッシングポリシーのパブリックプレビューが開示されました。この革新的な機能により、セマンティックキャッシングを活用してトークンの使用を最適化できます。意味が類似しているプロンプトの完了結果をインテリジェントに保存することで、効率的な再利用が可能になります。このポリシーを使用すると、Azure OpenAI エンドポイントに対してセマンティックキャッシングを簡単に設定できます。Azure Ibis Enterprise や他の外部キャッシュを利用することで、柔軟なキャッシングソリューションが提供されます。Azure OpenAI Embeddings モデルを使用してプロンプトのベクトルを計算し、イニマルに類似するプロンプトを識別してキャッシュに保存する仕組みです。これにより、トークン消費を削減し、全体的なパフォーマンスが向上します。また、複数の API 消費者に対してセマンティックキャッシングを一元的に設定できるため、管理が簡素化され、一貫したキャッシング動作が保証されます。この機能を活用することで、キャッシングの利点を最大限に引き出し、Azure OpenAI 統合のスケーラビリティと効率性を向上させることができます。詳細は概要欄のリンクを参照してください。今回は以上です。チャンネル登録してくださいね。